悪い顔してんな。はい、皆さん、ペロスペロです。はーい、どもらいです。今回ですね、こちらのトレジャーマップ VS 勘十郎の初心者編成の方を紹介していこうと思います。まあ、ということでね、まあ、月1ぐらいの トレジャーマップなんですけど、今回勘十郎ということで、やっていこうと思うんですけど、まあ、今回の日付が3月の16から3月の20まで。いつも通りです。まあ、なので早速編成の方を紹介していこうと思います。はい、ということでまずは VS ドレイク編の方を紹介していこうと思います。まあ、こちらは言わずもがの、こちらのルフィ、この配布で配られるルフィ、これ1体入れとけば勝てます。皆さん安心してください、勝てます。はい、ということで続いては VS フーズフーの方を紹介していこうと思います。まあ、こちらはですね、バトルさんの方でスロットを不利からお邪魔スロットに変換で、8ターンの間上段封じで、5ターンの間必殺封じがあります。まあ、5ターンの必殺封じの方はこちらの川松ですね。川松、今回の前回ぐらいの新規ですね。まあ、こちらのキャラで、まあ、必殺封じ状態を5ターン、回復できると。で、さらにこちらの繊維効果の方で自身の、必殺封じを、完全に回避できるので、まあ、回避して、味方の膝封じを解除すると。で、8ターン封じなんですけど、まあ、これは雷蔵ですね。雷蔵の必殺技で、封じ状態を5ターン。あと3ターンは、まあ、3ターンはね、こちらの、能力解放の方で、一応ね、封じを20まで上げれば封じを3ターン短縮できるので、まあ、これで解除してもいいですし、まあ、自分は今回こちらのベンベックマンですね。ベンベックマンの、封じ状態を5ターン回復する。で、10ターン回復できるので、封じ状態を回復できるかなという感じですね。で、あとスロットを不利からお邪魔スロットにされるんですけど、まあ、それはベンベックマンの必殺技で、空爆弾肉連スロット不利スロットを自スロットに、することができるので、まあ、そちらも大丈夫かなという感じです。で、まあ、お邪魔スロットの場合は、まあ、こちらのね、ルフィでお邪魔スロットを自ソットに行けるので、ルフィの必殺技を使おうかなと。で、あと固定もしてるので火力の方も大丈夫かなと思っております。はい、ということで続いては VS 佐々木編の方を紹介していこうと思います。まあ、こちらはですね、バトルさんの方で、5ターンの間攻撃力 90% ダウンで、5ターンの間しびれで、チェーンケースが3以上の場合攻撃力、90% ダウンで、5ターンの間HP 残り1タイル効果がついております。まず攻撃力ダウンと、しびれなんですけど、まあ、それはこちらの、白星さん、こちらでしびれと攻撃力ダウンを5ターン、解除できるので、まあ、それで解除しようかなと思ってます。で、チェーンケースが3以上の場合攻撃力90%ダウンと5ターンの間、HP 残り1タイル効果、まあ、こちらはこのルフィですね。このルフィで解除しようかなと。まず、1タイル効果を5ターン減らすと。で、チェーンケースを、1ターンの間、チェーンケースを2.75倍に、できるので、2.75倍にして倒すと。多分、3以上の場合、攻撃力90%ダウンで、ギミックされてるってことは、まあ、2.5ぐらいあれば全然火力としては問題ないかなと思っております。で、まあ、あと火力足りなかったら心配なので、まあ、こちらの、ウルティ&ページワンを使って、倒そうかなと思ってます。はい、ということで続いては VS ブラックマリアの方を紹介していこうと思います。まあ、こちらはですね、バトルさんの方で8ターンの間上段の、戦闘効果無効で、3ターンの間1ミリの攻撃力を1.1倍で、3ターンの間スロット影響を1.1倍で、スロット変換をしてしまうと、スロットを、ランダムで変換されてしまうのと、スロット変換負荷が、グッと2回がついてしまいますので、まあ、スロット変換しないようにしましょう。で、撃破時の行動で、体力を全回復と通常攻撃以外のダメージを1にされてしまいます。まあ、で、まあ、戦闘効果無効ですね。まあ、これはね、自分持ってるこちらの、ロジャー&ニューゲート、まあ、これで解除しようかなと思ってます。まあ、なんですけど、もしロジャー&ニューゲート持ってないよって方がいましたら、まあ、少し複雑ではあるんですけど、まあ、こちらに、このロビン、このロビンね、
戦場効果無効を3ターン回復してくれるんですよね。まあ、今自分、一番最初のドレーク戦で使ってるので、まあ、別にドレーク戦あそこを外してここに入れてもいいので、まあ、ニコロビンを入れて入れますね。ニコロビンで左下を、ファイフで配られたロロノアゾロにします。でゾロのところにとですね、こちらのブルック、こちらのブルックをサポートとして入れます。サポートで入れますとレベル5まで上げると、戦場効果状態にされてしまった時に、まあ、戦場効果状態を2ターン回復することができます。で2ターン回復させます。まあ、これで今のところ5ターンですね。であと能力解放の方で、20まで上げて、3ターン回復すれば、それで8ターンは短縮できるので、まあ、そういうやり方もあります。まあ、でもこれはね結構めんどくさい感じはあります。まあ、なので、まあ、ここに普通に、このロビンのところに普通に、あの戦場効果無効状態を回復してくれる5ターン回復してくれるキャラを入れて、さらに、まあ、能力解放を、20まで上げて3ターン回復するっていう方法もあります。まあ、今回は一応ね、ポイント特攻を使ってやりたいなと思ったので、まあ、こういうやり方もありますよっていうのを一応紹介しておきます。まあ、なので一応自分的には、まあ、先ほどの、カイドウを入れて、ロジャー&ニューゲートを入れて、まあ、ポイント特攻でいこうかなと思ってます。まあ、持ってない方はこちらのやり方もありますよっていうのを紹介させていただきました。参考にしてください。でもう一つね、自分のテクニックがあるんですけど、これバトルに何もないんですよね。でバトル3からこういうギミックが来るんですけど、バトル3でスロット変換してしまうと、まあ、先ほどね言った通りスロットをランダムで変換されてしまったり、まあ、スロット変換ができなくなってしまったりするので、まあそのために、第2バトルの時にこちらのねペロスペロの必殺技で、まあ、チェーンケースを 2.75 倍にできるのと、まあ、あと1ミのスロットを3ターン固定できるんですよね。まあ、なので、まあ、そこでこちらのアシュラですね、アシュラの必殺技で、斬撃と銃タイプキャラのスロットを自スロットに変換できるので、ロジャー&ニューゲートとボンクレーの、スロットを自スロットにできるので、まあ、それで多分火力は足りるかなと思いましたので、まあ、この編成でいこうかなと思ってます。はい、ということで続いては VS ウルティ&ページ1編の紹介をしていこうと思います。まあ、こちらはですねバトル2の方で5ターンの間攻撃力 90% ダウンで5ターンの間しびれがついてるんですけど、まあそれはこちらのね、前回の絆決戦のトニートニチョッパなんですけど、まあこれの第2段階の、必殺技で、封じしびれ攻撃力ダウンを5ターン、回復することができるので、まあこれで解除しようかなと思ってます。で、バトル3の方で8ターンの間しびれでスロットをフリースロットに変換で5ターンの間1000を超えるダメージを 90% 軽減でスロット影響アップをしてしまうと、残り体力の 50% 割合ダメージと、有利効果打ち消しがついてしまうのでスロット影響アップはしないようにしましょう。でまず8ターンの間しびれなんですけど、まあ、それはこちらのワポルですね、ワポルで4ターン回復します。でその後にこちらの波で、3ターン回復します。まあ、これで7ターンであと1ターン足りないんですけど、まあ、それはねでサポートのブルックなんですけど、まあ、こちらで、5レベルまで上げると、5レベルって言い方ね、5レベルまで上げると、しびれ戦場効果無効を回復した時、しびれと戦場効果無効を2ターン回復できるので、まあ、これで、しびれを2ターンか、まあ、1ターンでもいいんですけど回復しようかなと思ってます。でフリスロットになるんですけど、まあ、それはこちらの、ロビン&ジンベイの入れ替えの方で隣接してるキャラを自スロットにして、乗り越えようかなと。まあ、多分、クロコダイルとかが、自スロットになれば多分火力としては問題ないかなと思いますので、まあ、それで頑張っていこうかなと思ってます。で、ダメージ軽減の方はこちらの必殺技で解除しようかなと思っております。まあ、多分火力としては問題ないかなと思います。はい、ということで最後はこちらの VS 勘十郎の方を、紹介していこうと思います。まあ、こちらはですねバトル2の方で5ターンの間チェーンケースが 2.5 未満の場合攻撃力ダウンと4ターンの間受けるダメージを 90% 軽減で4ターンの間防御力を1000倍になるんですけど、まあ、4ターンの間受けるダメージ軽減と、まあ、防御力アップの方はこちらのボビンの必殺で解除しようと思ってます。有能かよボビンで、
五単内でチェーンケースが 2.5 未満の場合恋玉ダウンなんですけど、まあ、それはこちらの、ボンクレーの超過の方で、まあ、3.25 倍できるので、まあ、これで 3.25 倍にしてしのごうかだと思ってます。でバトルさんの方で残り体力の 70% 割合ダメージ、まあ、これ結構きついですねが来て、6ターンの間必殺技封じで3ターンの間チェーンケースが 1.1 倍に固定で撃破時に、8万のダメージが受けるんですけど、で、まあ、必殺技封じの方なんですけど、まあ、こちらの川松、まあ、前回のガチャで来たぐらいのやつなんですけど、まあ、こいつの必殺技で5ターン、回復して、まあ、こちら自身で回避することができるので回避しつつ、5ターン回復させてあと1ターンじゃないですか、まあ、それはこちらの波なんですけど、まあ、サポート対象キャラ、膝不状態を受けた時、次の一味の行動時にサポート対象キャラの、必殺封じ状態を2ターン回復できるので、まあ、それで、2ターン回復しようかなと。でブルックが、まあ、必殺を打てるようになれば、まあ、ブルックの必殺技で、まあ、こちらの下ら辺に書いてあるんですけど2ターンの間各角に対して1000を超える部分のダメージを超軽減するんですよ。まあこれでかなり軽減されると聞いたので、まあこれで多分、まあ、8万ダメージをしのげるかなと思います。でまあ先ほど、まあ、第2バトルの方であのチェーンケースをボンクレーの方を使うって言ったんですけど、やっぱりこっちのルフィの必殺技でチェーンケースを固定させて、で次の、バトル3の方でこちらのボンクレーの超過を使おうかなと思いました。今ちょっと考えてたんですけど、まあそっちの方がいいかなと思ったので、まあそれで固定しようかなと思います。でもし先ほどの編成で勝てなかった場合はちょっとリーダーに、ハロウィンハンコックを入れさせていただきまして、必殺技で、まあ、必殺封じ状態を6ターン回復できるので、まあ、それで解除して、さらにね2ターンの間チェーンケースを 3.5 倍にできるので、まあ、これで、1.1 倍に固定されているやつも、3.5 倍に固定しようかなと思ってます。でバトル2の時にチェーンケースが 2.5 倍以下の場合は、まあ、火力が落ちてしまうので、まあ、そこでペロスペロの必殺技を使ってチェーンケースを 2.75 倍にしようかなと思ってます。でまああとは大丈夫かなと、うん、あとは先ほどと同じ通りにやれば勝てるかなと思いますので、まあそれでいこうかなと思ってます。まあ火力が足りなかったらこっち使って、火力が足りたらあっち側使おうかなと思ってます。はい、ということで今回も初心者編成の方を紹介させていただいたんですけど、まあ結構今回もグダグダになりそうだなとちょっと思ってますね。やはり今回の特攻キャラがいないとちょっとグダグダになってしまう感はありますよね。うん、まあ、なんですけど多分火力が足りれば多分勝てると思いますので、まあ、今回もこの編成で1000万目指して頑張りたいなと思っております。まあ、なので皆さんもぜひ参考にしてみてください。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。